怪しいものではありません。映画変な家主演の間宮祥太朗です。嘘です、藤田雄太郎です。なぜこんなことをしているかと言いますと、ここ大仙市花立に変な弁当があるという情報が入ってきました。ですので今日は調査に向かいたいと思います。向かったのは JA 秋田大箱が運営する産直シュシュエットマルシェ。地元の採れたて野菜や全国各地の産直から集めた個性的な商品が並びます。早速噂の変な弁当を考案した藤田店長を直撃。お、ずらっと弁当が並んでいて、変かどうかは分かりませんが、こちらこれはドカーンとシンプルにご飯の上に巨大なフランクフルトですか。これどうして作ろうと思ったんですか。岐阜のめぐみの農協さんっていう農協さんの商品なんです、このフランクフルトが、はい、これがまだしょっぱくてうまいんです、秋田県民向けな味で。ただ商品を陳列するだけではなく、目に留まるようにとご飯に乗せちゃった醤油フランク飯。フランクフルトへの愛ゆえにたどり着いたシンプルかつインパクト抜群のビジュアルです。さらに変な弁当はこれだけではなくて、ちょっとそのお隣も気になりますね。これ、はい、激辛おだっこ飯。おだっこが小さいですね。そうですね、しょっぱさのランクが激辛ということで、こんぐらいあればもう飯、もしかしたら足りないかもみたいな。これでご飯もいっぱい食べられるくらいの、そうですね、はい、味わいということですね、はい。その物珍しさから子供をはじめとして好調な売れ行きだという醤油フランク飯と激辛ボダッコ飯、両方気になったんですが、今回は醤油フランク飯をいただきました。お、ずっしりフランクフルト、重い。じゃあ食べてみますよ。ジューシーで味はね、結構しょっぱうまいっていう感じします。かなり醤油風味のフランクフルトの塩気がガツンときます。ご飯も食べることによってこのフランクフルトの塩気がいい感じにマイルドに中和されますね、店長さん、そもそもこのお弁当どうして誕生したんですか。はい、シュシュエットマルシェの周年祭の時に岐阜のそのめぐみの農協さんの担当の人がそのフランクを焼き売りしたんです。それの時に、あ、これお弁当でも面白いかもという感じでちょっと考えついたという感じですね。そうですか、はい、でもこういったお弁当のファンがこれから増えてくるんじゃないですか。そうですね、まあ、変わった弁当があるよとか面白いよとかで店に足を運んでいただけたらなというふうに思います。藤田店長、これからもぶっ飛んだ弁当を楽しみにしてます。続いてはあのエビ丸々の進化系新食感弁当。さて今度は能代市の柳町商店街の近くに来ています。この辺りに見たことのないお弁当があるという情報を得ました。そのお弁当を探しに行ってみたいと思います。お弁当を出しているお店なんてあるんですかね。この旗見てください。ほらほら、これよいしょ、テイクアウトできますの旗が立ってますよ。このお店ですか。居酒バルくるみ、行ってみましょう。2019年にオープンしたこちらのお店、夜は居酒屋、昼はテイクアウト、定休日は移動販売、さらにキッチンカーと大谷翔平選手もびっくりの四刀流で頑張っています。こちらに唯一無二のお弁当があると伺ったんですが、はい、出してもらってもよろしいでしょうか。はい、こちらの弁当になります。なんですかこれ白い衣のようなものに覆われたこちらの料理、その正体は。早速調査開始。エビマヨですか。ソースの味も甘さがとっても深くて、その中にピリッとしたしょっぱさもあってね、美味しいです。店長、これはエビマヨ弁当になるんですか。いえ、こちらの方はエビマヨを進化させましたバリマヨ弁当になります。バリマヨ弁当、はい、
大高店長考案のバリマヨ弁当、ベールいや衣に包まれたその正体に迫ります。まずは大ぶりのエビをカラッと揚げていきます。この時点でもう美味しそう。ここに少し甘めの特製マヨソースを投入。冷めても美味しいものをと数十回もの試作の末に生まれたエビマヨはお店の看板商品です。そしてバリバリ衣の正体は大豆のでんぷんで作った麺。これを軽く素揚げしてバリバリ砕いていきます。最後にエビマヨにまぶせば新食感バリマヨの完成です。なんでこのバリバリの部分をこんなにこう増やそうと思われたんですか？ですね、そもそもうちのお店ってエビマヨが有名なんですよ、それをさらに進化させて皆さんに楽しんでもらおうということで今回そのバリマヨ弁当を考案しました。なるほど、はい、エビマヨを探求しすぎて今年のバレンタインにはチョコマヨという限定メニューも作ったお茶目な大高店長。バラエティ豊富なくるみのテイクアウトにこれからも目が離せません。最後は入手難度マックス幻の弁当店。深夜3時の秋田市川尻、熟睡中の私に代わりスタッフがこんな時間に営業中のお店を発見しました。出てくるお客さんの手にはお弁当。こちらの弁当店、営業時間がなんと深夜3時から朝7時。村田商店の店主、村田千奈美さん。1日およそ30個の弁当やおにぎりをすべて一人で手作りしています。真夜中にもかかわらず、次々と訪れるお客さんたち。開店直後はトラックや代行のドライバー、明け方には釣り客や早朝ランナーなど様々な需要がありました。これから卸先に行って荷物を卸しに行って卸し終わってからのご飯。他にもご飯買える場所がある中でこちらに来るのはどういう理由で来られてるんですか？やっぱコンビニよりも美味しいんで、はい、40年以上続く村田商店。もともとは新聞やタバコを扱う店でしたが、母愛子さんの代から深夜営業の弁当店にシフト。今となっては営業時間の理由は分かりませんが、そのまま引き継いでいるとのこと。人気メニューは肉フライ弁当。甘辛い醤油だれがしっかり染み込んだ豚肉と白身魚のフライが入ったがっつり弁当です。夜11時に起きて仕込みをしている村田さん。この辺はなんかどういうこととかあるんですか？全くないんです。よく聞かれる。塩と卵しか入れてない。普通の塩、ニンニク類とかなんか使ってないです。トラックの運転手でも何でも食べるまでずっとニンニク臭くなるじゃないですか。あ、そういうのもあってニンニク類は一切何にも使わないですね。多分普通に作った唐揚げの方が美味しいんだろうけど、でも何気に唐揚げ売れるんですよ。そんな弁当の入手難易度を高めるもう一つの理由がこちら。そう、看板がないんです。唯一の手がかりは営業中に点灯する赤いランプ。なんで看板を持っちゃうんですか？なんでって知ってる人だけここ自力でたどり着くのって難しいじゃないですか。そうなんですか？みんな自力ですよ。あ、自力というか、いや、その見つけるというか、外から見て果たしてここお弁当売ってるって分かるんだろうかとか思いますけど。変な人しか来ないのかもしれない。どうしよう。SNS もホームページもないため、やっているかは店に来て確かめるしかありません。多くの人に愛される村田商店ですが、6年前、不幸が続きます。私ここで米を入れたら、なんか明るくなったから、そこをシャッター閉めてそっち暗く見えるから、
と思ってこの覗いたら明るいと思って、これが一番初め見て、村田さんが目にしたのは変わり果てた店の姿でした。すごいですねこれ。フェンスを破り突っ込んできた車、幸い店側に怪我人はいませんでしたが、村田さんは休業を余儀なくされました。さらに共に働いてきた母愛子さんに病気が発覚。膵臓のステージ4、でも本人も全然気づいてなかった。だからいずれ店やってたらやってたで急にうーっていう倒れてたし、余命2ヶ月って言われて3ヶ月生きたもんな。失意の中、やれることは他にないと店の再開を決意しました。店やるにあたっては何にもないし、もうどうしたらいいのって、店開ける状態じゃないしと思って。初めて店開けた時は誰にも予告もないわけで、看板もないから突然電気をつけた日で、最初の1週間くらいは6000円とか7000円くらいしか売り上げがなくてがっかりしたけど、でも相当休んでたしって言ってるうちに、お店やってた店やってたって言ってくれるようになって、まあ1ヶ月くらいにはなんやかんやこうお客さん戻ってきてくれて、なんか応援してくれる人もいるんだな、うん、頑張るみたいな、まあまあ、それ以下がないから。午前6時半、この日最後のお客さんを見送ります。閉店時間を待たずして完売です。終わりました。やっぱり3時くらいにあのパタパタって来る需要があるから、何十回も何百回もせめて4時とか、朝からもうちょっとだったらなと思うけど、やっぱり3時は譲れないんだよね。だからこの店でこうなっていきたいみたいな、素敵なお店おこじゃれた感じのそれは思いますよ、綺麗なお店で。まあ、でもそこじゃない良さというか、それですそれです。こういう昔ながらのお店もあってもいいんじゃないか。知る人ぞ知る幻の弁当店、村田さんの笑顔と赤いランプが秋田の夜を照らします。